はい、お世話になります。トライジョンのボスです。いつも応援ありがとうございます。で、今日もシートとシートのー乗りやすくなる加工をしてます。2012年の、ロードグライド CVO のシート純正シートをベースに、乗りやすくなるようにということでご依頼をいただきました。で、山口県からの、 あのお客様なので、シートを送っていただいて、まあ、一度遊びに来ていただいてますけどね、ありがとうございます遠くからね。で、その方の身長であったり体つきであったり、写真を送っていただいて、バイクにまたがってる写真をね送っていただいて、で、こういった形の方がいいよっていうことで提案ご提案させていただいた形です。何が違うかと言いましたら、まず、シートのこの暗行をできるだけこの両サイド足が挟みやすいようにして、でこのいつも多分内ももにねみんなが当たる部分をできるだけ削ぎました。だからちょっとベースが見えるぐらい削いでます。で、腰つきを前にしたかったので、ほら分かりますかね、これだけシートを前に盛り上げてます。5センチぐらい盛り上げたかな。ほらしっかりとシートをして、で、後ろはもうそのままね純正のままで、この状態で、一回またがって実際現車に合わせてねちゃんと乗っていただかなきゃいけないので、この形を作り上げて今から、お客様の方に山口の方にお送りします。その前のこの動画を撮ってます。で一回これでまたがっていただいて、これまたがるときにねこういう僕ら座布団つけるんですよ。これ革ね、実際これの上に革を貼るとこういう状態になるので、ほら柔らかくこういう状態になるので、これにまたがっていただいて実際にバイク乗っていただいても結構です。要するにシートをせっかく作るんやから、このまままたがっていただくだけではなくて乗っていただいても結構なので、で、この状態で自分だけの形アンコにちゃんとなったというのを確認してから、もう一回送り返していただいて、表皮の型紙を今から取り直して、全部作り直すというやり方をします。そうですね。で、その方が、本当にワンオフでね自分だけのシートにもなりますし、乗りやすいシートになると思います。こんな感じかな。よくなんかシートの手順よくご連絡とかいただくんですけど、もう本当に簡単に乗ってられる今実際に乗ってる状態の、またがった状態の横からの写真であったりとか、あと足つきの感じとかで、どうしたいこうしたいメールのやり取りだけで、あと物をこうやって送っていただくだけでもう全部できます。もうこれを何百台もやってきてるんで、綺麗にできると思います。こんな感じかな。これもねなんかちょっといろいろ工夫してるんですよ。だからこれ絶対気に入ってもらえると思います。はい、シートのシート買い替えたり皆さんやられてるけど、結局痛いとかいろいろ連絡入るんですよね。でそのお金のことを考えて、またやり直すとかのお金のことを考えるんであれば、この純正シートを二次加工して、乗りやすいようにした方が僕はいいと思います。で多分彼もこれで、あんこ抜き、これで綺麗に座れるようになったら、で食とかのまた考えられると思うんで、本当にシートの加工が一番いいと思いますよ。いつでも、ご連絡ください。お待ちしております。これがどういうふうな形で戻ってきて、シートになるか、また、出来上がったら動画載せるようにしますんで、お楽しみにしておいてください。はい、いつもありがとうございます。